界に行くように君はじゃあねと言った閉めたドアの音が重く響いてこの胸を引き裂いた君が置いていった雑誌にはコープの染みができて消えるかと思ったらあざのように残った当たり前はいつも脆い君がいない世界が待ってるいつものような僕でいられるけど誰にも気づかれずに泣いていた何を見ても何に触れていても二人で分け合ったことに気づく